高原一弘氏は、兵庫県神戸市兵庫区出身の元プロ野球選手、宇藤右内。宝徳学園高校では鞘師智也と同期で、1年下に南龍介、森山天音がいた。2年春の第69回選抜高等学校野球大会から、チームは4期連続で甲子園に進み、3年春の第70回選抜高等学校野球大会では、 控え投手として、ベンチ入りした。関西6大学野球連盟所属の、京都産業大学に進学後は4年春のリーグ戦で、最優秀投手賞とベストナインを受賞し、秋には、防御率0.69を記録して、チームを21期ぶりの優勝に導き、最優秀投手賞、ベストナイン、MVP を受賞した。リーグ戦、通算46試合登板、22勝10敗。 防御率1.75、244脱三振。大学卒業後は、社会人野球の JR 東海へ進み、2004年のドラフトでオリックスバファーローズから2巡目指名を受け入団。2005年シーズンは新人ながら7勝を挙げ、7月13日の楽天戦でプロ初完投、初完封を記録。チームのプレーオフ進出争いに貢献したが、シーズン後半は、 右肩痛に見舞われて、戦線離脱した。2006年は前年故障した方の治療によりで遅れ、8月から練習に復帰したものの一軍登板はなかった。2007年は5月3日の西部戦で2年ぶりに一軍登板したが、2回までに5点の援護をもらったにも、かかわらず4回途中7失点で敗戦投手となった。5月10日のロッテ戦でも打ち込まれ、 その後のシーズンは2軍で過ごした。そして、9月16日のウエスタン広島戦で3回5失点で降板した際に、ベンチ裏のガラスを利き腕である右手で殴り、指5本の人体断裂の大怪我を負った。2008年は3月26日の楽天戦で、先発するも2回途中6失点で敗戦投手となった。4月1日の西武戦で再び先発したものの、 今度は一種も奪えず5失点個され、その後はまたもに群暮らしとなった。オリックス時代2009年は先発ローテーションの平野、数、岸田守らが故障して抜けた影響で、5月17日の日本ハム戦にシーズン初登板初先発。すると、5回無失点の高騰を披露し、2005年7月13日以来、実に1404日ぶりに勝利投手となり、 チームの連敗を9で止めた。しかし、その後は出番に恵まれず、7月9日のソフトバンク戦では1、3回後失点とまたも初回に、越され、残りのシーズンは2軍暮らしとなった。2010年は6月9日の巨人戦に登板したが、わずか1イニングの間に、安倍晋之助と亀井義幸に本塁打を浴びてしまう。この年の登板は、この1試合のみにとどまった。 2011年1月22日、斉藤俊夫とのトレードで千葉ロッテマリーンズに移籍、3試合に先発するが、いずれも試合を作ることができず、敗戦投手となっている。3敗目となった5月のオリックス戦を最後に1、軍での登板機会はなかった。2012年10月7日付で、戦力外通告となり、現役を引退した。名古屋市名東区や長久手市で、 ベースボールスクールライトフィールドを開き代表を務めていた。2017年6月 V リーグ女子、デンソーエアリービーズのトレーナーに就任。2018年3月退団。2018年1月より母校の京都産業大学のコーチに就任した。フォーク2種類のスライダーをホール。入団時の球速は平均時速 130km 台後半出るかどうかだった。 打たせて取る、粘りのピッチングが持ち味だった。ありがとうございます。